ジグムント・ディガットは、ポーランド出身のピアノ奏者、クラクフ出身。幼少時より、クララ・ツップー・ムラウフォバにピアノを学び、1907年から、クラクフ音楽院に入学して、ピアノを専攻した。また、1917年には、ヤギエウを大学大学で哲学と歴史を学んだ。その後、ウィーンに留学し、ウィーン音楽院のイエルジラ・レビッツのクラスでピアノを学ぶ、一方で、 エミール・フォン・ザ・ウアーの訓導も受け、1919年にはウィーン音楽院を主席で卒業した。1920年からパリを中心に演奏活動を行うようになったが、1925年にはワルシャワに行って、ワルシャワフィルハーモニー管弦楽団の演奏会に出演している。1928年にアメリカに演奏旅行に出かけた際には、イグナツ・パデレフスキの地をへ、 1939年までパデレフスキに教えを交うた。第二次世界大戦中はポーランド音楽活動機構の共同設立者になお、連ねつつ、フランスを本拠に演奏活動を展開した。1958年からパリのラフマニノフ音楽院で教弁を取る。1960年に演奏活動から引退し、パリに没す。ありがとうございます。